マリオ&ルイージ RPG ペーパーマリオミックス。よーし、というわけで今回もマリオペーパーマリオミックスやっていきましょうか。というわけでキノピオ大捜索からどうもですね、皆さん。というわけで今回も早速ね、ペーパーマリオを散策し、助けていきましょうか。散策ではないな。で、制限時間はなく、どっかに隠れてるやつを見つけりゃいいってわけで、これはトリオハンマーか。トリオハンマーでとりあえず叩いてみる。よいしょ。おー、短い。なんだ今のシュワぐちゃ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 みたいな音。で、木の葉っぱがチクチクして痛かったです。早く元の世界に帰って思う存分シワ伸ばしたいですね。ちょっと待って、今地面になんか潜ってる跡みたいなのあったぞ。絶対潜ってるやついるだろう。いやもう、てかなんかキノピオがいっぱいいるし、なんであの群れ、なんであいつらあんな群れてんだよ。いしょ、ゴルフクシー。おー、いたいたいた、どうも。雪の中ならモンスターにも見つからないと思ったのですが、雪の中冷たかった。暖かい元の世界借りてよ。オッケー、二人目。いや、おめえらは何なんだ。この村中全部探すのは大変ですよね。この村をくまなく探すのは大変ですよね。バキノビはどこに隠れてるんでしょうね。バキノビがあちこち隠れてるらしいですね。バキノビが村中に隠れてるらしいですね。ん、なんかなんだこいつら。俺マジでこうしろってこと。いる、お前らの中に。おお無罪だったか、ごめんな。え、ここにすみません、いませんが、ペーパーキノビオ。どこに隠れていいんでしょうね。怖がらなくていいのに。お前知らん。ペーパーキノピオを探してですか。姿を変えて隠れてるかもしれません。よーく観察してみてくださいね。姿を変えてる、やべえな、今回意外と難問なのかもしれないな。そっくりさんちのやつは難しいってコメントで、うん星型になってくる。なるほど、そういう隠れ方もあるのか、すごいね。よいしょ。おお、結構無茶してる隠れ方してるよね。どうも。ですが、まあ山の景色がとても綺麗で見とれてしまいました。帰ったらこの素晴らしい景色のことをみんなに話します。それならよかったね。さて次は一応装備や、隠れてる様子はないが、どうも。彼らを見知らぬ世界に来て大変ですよね。でも村の中は安全だから隠れなくてもいいのに。お前さんは、こんにちは。マリオさん、ペーパーキノピオを探しですか。そうですね、このお店では見てないと思いますが。本当に。二回話すけど何もないってことは、ただのあれか、嘘か。いや、嘘じゃねえ、本当のことか。あいつは見てないということか。で、ここら辺にはいる？キノコショップはどうよ？みんな、いるじゃねえかよ。よう、何してんだよ。いや、違います、私は泥棒じゃありませんよ。で、マリオさんよかった、もう安心だね。お店に隠れたので、もう、鍵送らないのにヒヤヒヤでした。そういう、お店の人はどういう気分なんだろう。ちょ、すいません、どんな気分？ペーパー、キノピオがここにいたんです。一体いつもに、全然気づかなかったです。へえ、わざとらしいね。水の中にペーパーキノコが隠れていたんですね。カサカサの音の原因が分かってすっきりしました。しかしこの店の店主は鈍いですね。すごい罵倒すんな。残り8人か、8人もいんのかこれ。だいぶ狭そうだけど。で、受験ま、え、何これ、何してんの。マリオさん、マリオさん、彼が集団のペーパーキノコを見かけたそうです。どこかのお店の裏の方に行くのを見たような。アイテム屋入るところを見ちゃいました。ジゲムハウスから装備屋へ向かったみたいです。カード屋の近くでは見なかったです。アイテムを出てジゲムハウスに行くのを見かけました。なるほど、じゃあつまりここら辺にまだジゲムハウスに何匹かいるってわけだな。おいてめえら、隠してんじゃねえのか。おめえ、おい、喋ってみろよ。何だけでビバイキルもやられてそうなので、リスナーさんが今土管コメントだけつけていたい。言えずに髪がなくなりますからね。ペーパーキノコがいるのを見つけにくそうですね。くそ、なんで他人事なんだ。こいつ持ってやがった。おら、同時ね。おめえ。こんにちは、マリオさん。え、雲の中が怪しい。それじゃちょっと待ってくださいね。おら、おら、おら。うわぁ、シャクルすんな。結構凶暴。あ、マリオさん、探しに来てくれたんですね。ジゲマさんの雲の中、ふわふわで気持ちよかった。ちょっと名残惜しいですが、マリオさんについてきます。あいつはどんな気分だったんだよ。おめえ、どんな気分だよ。まさか私の雲の中に隠れてたんだね。軽いから全然気がつきませんでしたわ。お前は何なの。ペーパーキノピオはモンスターを怖がって隠れているようですが、中には隠れんぼを楽しんでるキノピオもいるような気がしますね。なるほど。で、店の裏にもいるって言ったよな。一応店の裏調べてみるか。なので店の裏と言っていたが、何もないか、こっち側側。店の裏ね、こういう部分にいたりする。え、何が隠れているか、ここ調べますか。調べる調べる。うわー、チョロボンだー。え、チョロボ、チョロボいんの。
ええー、そうなんだ。じゃあちょっとゴースト鍵こいつ絶対回避あるでしょ。ちょっとやってくるわ。ん？来たね。はい、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 ちょ、はい、おー、すごい。ふふふ闇雲に振りまくったね。はい、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 おー、もう適当に ABY 同時に押してけなんとかなるんだよ。いや、みんなどうやらチョロボンね、これ以外の回避なさそうだわ、こいつ。ハンマー防御以外何もしてこないわ。ペーパーチョロボン。まあいや、とりあえずチョロボンなんでただの、まあ、回避の成功したんで退治しました。オッケー。ん？何？マリオさん、新しい情報入りました！彼がまた、今また集団のペーパーキルを見かけたそうです！装備へ向かうところは見たような。装備を手にカード屋に行くのを見かけましたよ！カード屋からアイテムへ向かうのを見たかも。ジゲマハの近くでは見てませんね。どっかのお店の裏の方に行くの見て。あいつ、毎回お店の裏ってねえか、誰か一人は。んー、ちょっと待ってね。これ先にアイテム屋行ってみるか、じゃあ。すいません、アイテム屋にいません。ペッパピューキノビはここにいたんですって。あれ、いないな。あれ、あいつらの情報意外と当てにならんか。待って、アイテム屋の裏にいるとかか、もしかして。ちょ、見てみる。はい。あ、いたいたいた、4人もいる。すごいいるね。キノビをたくさん見つけた。モンスターが怖くてみんなで隠れてたんですが、どうして無事に見つけてもらえて本当に助かりました。俺に私たちできることやれば何でもお願いしますから。オッケー。さあ一気に4人。あと3人か。3人も？ジュギマハウスは見なかった。で、アイテム屋にいるって言ったけど、アイテム屋の裏だけか。他どこだろう。そういや、こっちの下とかまだ調べてねえな。ここら辺にいるとかが。いるじゃねえ、普通に。なんなら普通にいるもんね。早くな、あいつ。普通に追いついた。なんだったの？あれ、マリオさんでしたか。真ん中なら安全かなと思ってたんですが、やっぱり怖くて逃げ回っちゃいましたね。そんな逃げ回んないで。で、あと二人。この家の中かな。どういう、この家の中来て、うわ、何やってんだ、こいつら。怖すぎんだけど、何してんの、何してん、ちょっと話しかけ、ほっ、何してんだ、お前ら。遊ぶな、ペーパーキノピオで。何や、あいつら、下道みたいな遊び方してんだ。はぁ、楽しかった。お前も楽しんでんのかい。ボールになって行ったり来たり、いつ落とせるかわからないスリル、これは癖になりそうです。帰ったらみんなにも教えてあげます。まあならいいんだけどね、お前が楽しいなら。で、お前らどんな気分だったのよ。ファミクスだと思ってボールにして遊んでいたのですが、ペーパーキノピオだったとはびっくりしましたね。俺はお前らにびっくりだよ。はぁ、連続記録更新が止まってしまいました。何を測ってんだよ、お前は何をしとんのじゃ。大丈夫、挟まってるだけだったのでは。いい隠れ場所を見つけたと思って潜り込んだら出られなくなって、体を動かせるって素晴らしいですね。あとで思う存分駆け回ります。オッケー、というわけでこれで救出完了。生き延びた全員助けましょう。おいえ、クリア、ふふい。で、次。さて、そのまま連続で雪山レスキューやっていきましょうか。雪山に散らばった木の実を見つけ出して助けましょう。でれてててててててれぺ。さて、これは制限時間ある系か。レディー、ファイト。オッケー、というわけで、さて、このエリアにはいないよう、いるじゃねえ。いたじゃねえ、普通。で、これはちょっと待ってね。はいはい、うりゃ。はいはい、うりゃ。よう。元気かい。ありがとうございます。やっと地上に降りられました。綺麗な雪山の景色を十分満たし、言うことなしです。オッケー、一人目。このペースで一人目か。ん？え？パタパタで捕まってる人いるんだけど、ちょっと助けてあげるか。言います。はっ、うい、あーすごい、キノピオだけ触れると助けられるんだ。いいね。もう高いところはごめんです。助けてくれてありがとう。いいってことよ。ん？ここなんか潜りみたいな跡があんな。これ全部あれか、掘り起こすなんかあるかな。試しやってみるか。なんかも、お前動いたな、今。おい、お前動いたろ、今。バレバレだぜ。あよく冷えてパリパリになるとこでした。ありがとうございます。マリオさん、ルイージさん。しっかりルイージにお礼を言う子はいい子。で、この上にもキノピオはいたね。オッケーオッケーオッケー。だったらこれ助けに行きましょうか。ちょっと早く行って、危ねえ。危なかった。で、これで、バリコス。オッケー。で、あいつ助けた。で、4人目。さて、あとはどこにいんのかな。この上なんかブロックマーク。うおー、なんじゃい、なんじゃい、なんじゃい、あれ。ハンマーで打ち返せる。ほい、違う、ハンマーにしたいのよ。ちょ、ハンマーにさせろや。ちょ、ハメを食らってる。やめろ、やめろ。危ない、あいつ。ハメ殺し、あいつ、くそ、あの野郎。ほっ、俺は同時、オッケー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 。とりあえずハンマーで打ち返しまして、これこっちジャンピーン、オッケー。なんだ、あの砲台は。初めて見るタイプだったわ。で、ここにいんのか。うおい。え？あー、これ当てろってことか。じゃあ、早速当てていきますか。はい。で、これでいいの？あー、これでいいんだ。じゃあ、これで我々も、ちょっとこれ、あいつの次の球行ったら行きましょう。オッケー。で、これで、ジャンピング！オッケー。で、誰が止めてー！目が回る！
なるほど、止めてほしいというわけですか。ひーひーひー、いやこれタイミング難しい。ここがオッケー、助けたぜ。はあ、やっと止まりました。あざす。オッケー、というわけでこれ5人目で、あれ下画面に案の定キノピのマークがあったんだけど、それが消えたんでこのエリアにはもういないね。さあ次、ここにいるんだろう。で、ここはちょっとジャンプが高いので、これでふわってオッケー行きまして、うわ、何があってあいつらはああなっちまったんだ。まあ、いや、とりあえずこれ紙攻撃で3連続で助けてこいってわけか。紙飛行機に変えまして、高さの基準がわかんねえな。どれぐらいだこれ。これぐらい高すクリニック。これそのまま滑空しちゃっていいのかな。行きまーす、ポンポンポン。おー、いいねー、最高に気持ちいい。で、3人一気に救出。さあ残りは6人、どこにまとまってそうですね。またずいぶんまとまってますね。で、これ多分こっちから行った方がいいな。で、ここら辺からワイワイワイって行きまして、からの、ポン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 、ポンポンポン、ポーン、オッケー、完璧じゃないですか。いいね、最高に気持ちよかったわ。これでいいんだよね。はい、キノピを全員助けることができた。うん、来るよ。ん、道よりマリオさんとルイさん宛てに配達です。あ、助けたらなんかあった。何、何がくれんの。今回お届けの人もキノピコさんからの伝言です。何言ってたことを一語一句そのままお伝えしますね。キノミがたくさん、これで空飛ぶクッパ中に、いっぱいキノミが、重なり合ってそう。くんぜ、ほぐれつ。うわ、失礼。妄想楽しみすぎました。マリオさんたちも、山の頂上に向かってください。そろそろキノミたちを続けて助けてもらえば、まだすごい鳥アタックも作れるみたいですよ。すごい鳥アタック。だそうです。もう一度聞きますか。いや、別にいいや。キノピをもっと助ければなんかいいことあるよって感じ。じゃあまだキノピレスがあんの。あ、まだあるんだ。あ、ほんとだ、キノピオライン2とペーパーキノピはどこにいる。ふわふわバブルキノピオ。なるほど、この3つなんかあるやるとなんかあるらしいね。どうしよっか、これ次回やる。だから1つぐらいやろうか、キノピオライン。これやろう。長くつらないキノピをさらわれないようにうまく動いて届けましょう。またこれか。で、ジャンプするとキノピたちと一緒にジャンプ。はい、モンスターに狙ったタイミングジャンプしましょうというわけで、レディースタート。あ、でも12人のままなんだ。これポンポンポンなのかな。で、お前ら逃げんのかよ。逃げるよ、仕様になってるの聞いてない。なんで逃げる仕様になってるの。皆さんの後ろついてきます。逃げるのは聞いてなくない。なんでお前ちょっと逃げる。トントントン、はい、あぶねえ、あー、もう遅い、やべえ、早い方になっちゃってですね。若干遅いになりづらい。トントントン、はい、あぶねえ、意外と遅い。トントントン、はい、あぶねえ、遅い遅い遅い。なんだあいつ。トントントン、はい、あぶねえ、今さらわれなかったよ。よくちょっとお前助けて。オッケー、5人目。やべえ。タンタンタン、はい、慣れちゃってる。タンタンタン、はい。いや、まず、ついてこれてない。オッケー。タンタンタン、はい。あぶねえ。タンタンタン、はい、はい。あぶねえ。あぶねえ。怖い、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 怖い。あぶねえ。あいつ怖えぜ。クイーズ。おー、なんだ、タタタンタン。なんかあいつリズム変わってなかった、今。ちょっと、来たいんだけど、あいつのリズム。で、あー、タンタンタンか、普通に。のろくなってんだね。これ、助けたら終わり。で、タンタンタン、おい、で、お前、あいつどこ行った。クソ、見逃した。うー、待って、おい、オッケー、みんな助かりました、ありがとうございます。え、もしかこれで終わり。無理すーん。君の目たちをここまで連れてきてください。メンディー、普通に、メンディー、前よりメンディー、うわー、そこ開くんかい。結構めんどくさいことすんね。いや、もうあいつから来いよって言いたくなるよね。ここまで来たらもうお前から来いよって言いたくなるよねー。危ねー、なんで今の平気だったの。タンタンタン、おいおい、タンタンタン、はい、オッケー、危なかった。あー、イノロクって助かった。これハード絶対きついやつじゃん。お疲れ様でした。はい、オッケー、10人助けた。で、227。え、あ、で、なんかカードもらえたね。何これ。効果はマリたちの HP を 50% 回復。うー、強いね。でもコスト高いね。残り二つはちょっと次回やりましょうか。というわけで我々はとりあえず即離山地の方向かいますか。で、なんか即離山地に向かう途中にもキノピオがいたんで、どうせそいつ助けなきゃいけないと思うんで、まあ、助けていきましょうか。やっほー、何困ってんですか。あー、マリオさんどうしましょう。今突然紫色で袋を担い。おい、まさかのブラザータグだった。私の大事なものを盗んでいってしまったんです。あー、あれを見られたら大変なことになってしまうから、もうマリオさん、ルイさんお願いです。大事なものを取り返してくれませんか。オコース。よかった、よろしくお願いします。あと、キノピオの声出してる、こっちの喉の身にもなってほしいね。で、なんだ、なんで今回バツマークあんだ。で、何？
ん、ま、出た、また鉄球。いや、違う、あれは、ああいう、あいつの技なのか。で、雲の上だと。え、なにこれ。え、おう。おう。え、おう、横に移動した。おい、横に移動した。あー、で、最後まで追い詰めればいいって感じか。うわ、こういうパズル系か。で、クモは誰が取っ手を捕まえましょうと。クモは一度乗ると消えてしまいます。どのクモに乗るかがポイントです。はい、わかりました。レディー、スタートというわけで、ポイン、ポインってわけで、これあいつ一個移動する。あ、待って、これ俺積んだか。あいつがどう移動するか。あー、オッケーオッケーオッケー。で、これこっち行って、で、こっち行ったら多分上に行くだろう。オッケーオッケーオッケー。積みだな、お前。さよならよん。はい、オッケー。え、うわ、まだあんの。え、なにこれ、よくわかんない、このパネルみたいなの。なんだろうね。気になるな。これ下から行く、左側ちょっと行ってみる。こっち側潰しとこうか。で、こっち側行って、こう行って。あ、やべ、これ戻れなくなったか。で、これこう行って。あー、やばいかもしんない。あ、でもこれどっちみちこいつ追い詰めればいいか。あ。ふっ、ふっ、ほっ、ほっ、ほっ、さらば！ま、これで1ミスってわけか。周り雲がないのでこれ以上移動できませんと。なるほど。どっから行くべきなんだろうな。上から行くべきか。こっち行って。ああ、そうだなー。どうするべきが正解なんだろう。あいつが上に行ったら、ああ、これもうどっちみち積みか？難しいな、今回のパズル。一回ちょっと降りてやり直したね。で、これいきなり上行ってみる。これ上行ったらどうなる？ああ、そうなるか。で、ここの部分潰して、で、こっち行くじゃん。ほん、ほん。で、これあいつはあそこ乗ったらどうなんの？これあいつ乗れんの？あ、ないよね。ああ、これでいいのか、これでいいのか。オッケーオッケーオッケー。これ終わり？まだあんのか。ちょっと待ってね。ちょっと考える時間くれ。これこっち行ったらこいつどこ行く？ああ、そっち行くのか。あいつもあれ使うのね。オッケーオッケーオッケー。で、これこっち行って、あいつあっち行くじゃん。で、俺こっち行くじゃん。うん。で、俺こっち行って、こっち行きの、で、こっち行きの、あれ、これ積みかな？だってあいつのとこ行ってもあれだもんな。あー、あれのパネル乗るべきだったか。いや、いや、これ難しいな。ちょっと一回失敗したわ、多分これ。多分ここ乗ったらだって一個飛ばし、お！くっそ！あれ一段でいいのか？あれ一段飛ばしなのか二段飛ばしだと思っちゃってた。あ、くそ！ミスった！で、ここ行くじゃん。で、ここ行ったらこいつ上行くじゃん。で、さっきこっち行けば、はい、オッケーオッケーオッケー。あー、これで合ってたの？俺さっき正解までマジかまで行ってたんだね。なのにミスった。ん、何これ？え、キノピコの頭？違うんか、キノピコの頭かと思っちゃった。え、ブラザーダック、どっさりバルーン、どっさりバルーン。多分これ、ルイージのだよね。ルイージクエストで手に入るって言ったから。え、びっくりした。一瞬、キノピコの生首かと思っちゃった。似てないかな、リング。いや、今回のこれ難しかったなぁ。ありがとう、取って。バイバイ。いや、大事なもの取り返してくださってありざっす。ん？このドキ、キノピオ、愛のポエム集が人に見られちゃったらと思うと。それ、お前の本だったんかい。これ、ジュニアが持ってた本だよね。お前のだったの、それ。そう、そしてだけで恥ずかしい！本当に、あざす！ああ、まあ、いいよ。おや、久しぶりですね。元気にしてたんですか？花ちゃんは相変わらず、元気もりもりですよ。あ、顔見ればわかるんですよ。また山に行きたいんですね。そしたら早速、出発するでーす！遊戯ボーイ！はい、はい、到着でーす。あやさん、ここは、いかがです？ここは、寒いでーす。山まで送ってあげたい。変な、けど変なお城が居座ってて、近づく大砲でドカンとされるんで、ここまででーす。ん？誰だ？キノピオか？いや、ジュゲームっぽいね。マリオさーん。いや、お前かい。種により高中だった村への毒が通じるとか完成しました。今後は山の方から村まですぐに来ちゃいますよ。あ、なるほど、それはありがたいね。あ、まだまだ遠くから勝ったのに、キノピオか、私、青のカメですね。あ、それじゃあ、そろそろ負けず、張り切っていくのでーす。ありがとう。あ、みんな、ここのエリアあれなんだね。ボムキングが増やしてくれたエリアで行けるようになるのか。なるほどね。ボムキン有能。で、これは何？ミラクルキノコ5個。もうついにミラクル系か。で、こっから多分なんか飛んでいける場所あったよね。これ何？まあ、一応やってみるか。いきます。前。ういー。クイーンからの、クイーン愛からの、クイーン愛6種。これなんじゃいな。ミラクルツー。あとで、こんにちは。この土管は山の上のキノピの村に通じてますよ。村のキノピオ全員がこの土管を待ち望んでました。オッケー。とりあえずこれでまあ我々はすぐ山頂へ向かえるわけですね。いや、ありがたいね、この土管は。んで、あ、なんかちょっとこっちもエリア追加されてね。あ、マリオさん。よ、元気？元から来られたんですね。どうです？バラリーだったでしょう。これで私たちもあちこちお出かけしやすくなりました。なんか。でもいいことばかりじゃないんですよね。ほら見てください、後ろのあれを。あー、ボムキンによってエリア改築されたのね。てか、なんか、ヨッシーいるしね。おう。今や村の中にも、こんなにペーパーフロアが増えましてね。ほうほうほう。こ
このうちこの国全体が紙で埋まっちゃうんじゃないかって。さすがにクッパがさせねえだろ、それは。みんな心配してるんです。ほんと不気味で。でもマリオさんたちの顔を見たら元気が出ました。どうかクッパたちの思い通りにさせないでください。オッケー。じゃあ早速ちょっと村だけ散策してみる。なんかあるかもしんないしね。てかあの授業まだここにいんのかよ。何してんだお前は。静かに。またしてもヘマをやって追い出されてしまいましたわ。先輩の書いた記事を間違えてしちゃったり、書き上げた原稿にお茶をこぼしただけなのに。うわ、反省してね。ゴミクソ野郎だ。ん？お前何すごい顔見せてくるけど。最近村の端っこに大きなペーパーフローが落ちてきましたね。おかげで今でまで誰も行けなかった洞窟の道が繋がったんですが、何が出てくるかわからないから怖くて入れないんですよね。なるほど。で、ここに、あ、村にも通じる土管ができてますね。いいですね。入りましょう。で、お困りごとのキノピオ君が一人。私はこの山で、あー、お前物知りか。いいでしょう。降り積もる雪のように、知識は頭に溜まってきます。正直なとこ、知識だけなら誰にも負けないと思うのです。え、自分たちも負けない？本気か？ん、じゃあ勝負してみる。いいだろうよ。では、この雪深い山で日々溜まっていく知識を、思う存分披露させていただきましょう。いいだろう。結構でも動画じゃ長くなっちゃってるかな、意外と今回。続いていきますよ、5問中3問。制限時間ありませんが、落ち着いて答えろや。レディーファイト。というわけで、ヨシの大好物は葉っぱ、メロン、お肉、メロンじゃねえの。うん、そうだよね。花ちゃんに横取りされてる間だもんね。壁から何乗ってる？ほうき、掃除機、モップ。ほうきでしょう。モップ。もう魔女とかの最後じゃん。え、この中で頭に毛が生えていないのは誰？モート、ウェンディ、ルドウィック。え、ウェンディじゃないの？そう、モートはちょびっとだけ毛生えてんだよね、ナメヘイみたいに。え、ハンマーを使うブラザーアタック、スピードボンブ。わ、これはついに。さあ、最後でいい！プロ主義権成功されたら何が見える？月、ウサギ、太陽。いや、月じゃなかったかね。うん、確かに夜みたいなだった気がするけど、月な気がする。あ、よかった、合ってた。太陽かと思って不安だった。終了です！5問全て正解でした。パーフェクト。おお、私の問題があっさり答えられるなんて、さすが皆さんですね。私も一から出直します。これは私の気持ちです。どうぞお受け取りください。ほう、ヒゲママに3つ手に入れた。ありがとう、大事にしとくぜ。この国の、あ、そうか、全員この物知り興味を全員やったのか。え、マリオさん、もしかして全員の物知り興味に勝ったというのですか。さすがマリオさんです。まさか5人全員に勝つとは。これは私からの気持ちです。お受け取りください。何くれんの？ん？キノコグラブ。何それ。自分発ではもっとハードな勝負ができますよ。冒険の途中にぜひ、挑戦してみてくださいね。オッケー。じゃあちょっと見てみよっか。キノコグラブ。で、キノコグラブ。HP が減ってると自動でキノコを使う。どうなんだろう。ちょ、チャージグラブの代わりつけてみる？お試しでこういう装備試してみたいよね。じゃあこれでいいでしょう。あ、みんな装備が来たらね、装備いろいろ変わってるわ。で、キラキラブーツ、キラキラ。まあ、今回ペパマリかな。で、買っといてあげましょうか。さて、カード屋は何か増えたのかと思っていたが、そうでもないな。カード屋全然下取れ変わんねえな。たとえもうカードできったのが買えるやつだと。あとはレアカードなのかな、あのレアモンスターから落ちるみたいな。ありそうだな。なんか買っとく？どうしようかな。でもなんかそんなにって感じすんだよな。まあ、これはクリア後いっぱい買えばいいでしょう。で、みんな、今回割とさ、キノピオのやつやりまくってですね、ちょっと動画時間食ってる可能性があるからさ、ちょ、最後にさ、ちょっとさっきムービーで見たのわかるかな、みんな。さっきあそこにさ、ヨッシーいたのよ。ヨッシーも悩み事抱えてたので、ちょ、今回ヨッシーの悩み事解決したら動画終わろうかなと思う。ちょっと短めになってしまうかもしれない。ちょっと喉が疲れててね。ちょ、キノピオあまりに声で久しぶりに出しすぎて、ちょっと喉が疲れてましてね。ちょっと今回ヨッシーの悩み事聞いたら終わりにしましょうか。ヤッホー、どの。皆さん、待ってたんだよ。待ってたの？俺たちを？なんで？森で暮らす友達がレースで勝負して負けたって。あー、あの黄色いヨシが。ごめんな。あいつに関してはハラちゃんに文句言ってくれ。足に自信があったと思うのに、ショックを受けたんだよ。今度は僕が相手だ。山で鍛えてるが早いよ。それにしてももし、それにもし皆さん勝ったら何かプレゼントするよ。僕とレースで勝負！いいよ。かわいいな。よし、頑張るぞ。かわいいな。で、さあ始めよう。うん、出たな。はいはい、レースのことは私にお任せない。今回もヨシさんに代わりまして、私がご説明いたしましょう。今、どこから出てきたの？空だよ。レースの説明、聞きますよね。聞いとった方がいいな、絶対。はいはい、お任せください。で、今回は走るだけではなく、場所に応じてトリオアクションも必要。何？状況に応じて素早く対応できる。これが勝負の鍵ですね。で、うん。そっから走ってそう言って、うん、俺たちあそっからジャンプだ。ダッシュ台使ってジャンプした方が早そうだな。
見ての通り今回もコース上には多くの仕掛けがありますからね。氷床などうっかり踏んでつるっなんてないようにご注意を。で、これ下に降りてダッシュ板乗ってジャンプジャンプで良さそうだな、そこは。このようにマップの終わりに来たら迷わずゴー。今回は3つのマップを走る長いコースになっています。長いんだね、本当に。ゴールは3つ目のマップの右端にありますよ。それでは皆さん、グッドラックでーす。え、その先見せてくんないの？うわ、サプライズってわけかい。逃げません、ありがとう。最後に僕から一つ。僕はヒップドロップはするけど、卵投げも得意なんだ。ね、走ってる時君たちを狙うかもしれないよ。怖すぎんだけど。ジャンプでかわすこともできるけど、難しい気をつけろ。さあ、始めようか。殺してあげるよ。いや、怖い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 。お、ちゃんと木の実食って卵補充してやがる、あいつ。ちょ、待って、これ、なんかこっち側に、これ出しもあるじゃん。これ、飛んで、飛ばしてもらった方が早いんじゃないか。ちょ、飛ばしてみる？どうなんだ？おー、すごい！すごいショートカットした！すごいね、今の。よく気づいた、俺。ナイス！ははは、バカめ。卵投げしてくるって何が卵投げじゃ。所詮貴様の卵投げしたところで俺には無意味だということを教えてあげます。ちょ、これこっちが、あ、ちょ、待って、くあ、しまった！やばい、ロスった！あいつ、やるじゃねえか、あいつ。やるな、あいつ。早えな、あいつ。で、これ、うわ、トリオハンマーか。あ、これ、はい、はい。あ、トリオハンマーだけなんで使うの。それ言ってくれよ。くそ、あいつやるな。で、なに、おお、卵投げたら、何起こってんの。おお、危なかった、危なかった。で、はい、はい、はい。どっこいしょ、あいつ。うわ、踏ん張りジャンプで飛び越えていきやがった。ちょ、待って、あー、ダッシュが出ない。まず、さっきのロスがだいぶ効いてんな、これ。ちょ、待って、待て、これは、こっちから行った方が早いな。オッケー。で、これこっち行って、はいはい、オッケー。で、こっち行って、こっち行きの。ほー！危ねえ！よく今避けた！あー、だけどちょっと待って、スティック外れちゃった！スティック、ほーす！あー、まずい！あいつ、あの野郎！あー、くそー！やったー、僕の勝ちだよー！くそ、なるほど！最後、卵投げしていくのか。ごめん、ちょっと最後、スティックが指から外れたわ。くそ、リベンジマッチ。ノーカットでお送りするぜ、みんな。行くぜ。さあ、行くぜ。というわけで、こっち行きの、はい。で、まずダッシュ。はい、これで一気に飛び越えられる。怖い。オッケー。からの、こっちらへ行きますんして、で、こっち側行きの、はい、ダッシュ。はい、からのこっち。で、スティックを今ちに立て直しておいて、で、向きを立て直すな。こっち。さっきここ飛び越えられると思って勘違いしてたんで、それで、ここからのここショートカット、オッケー。いいよ。早いです、私。さあ、私早いので、はい、これで AB。はい、Y。オッケー。からの、こいつ、どっかで卵投げしてくれ。確かここで投げてくるっけ。ほっバカめ。オッケー。からの、こっち行きまして。ああ、証券じゃない限り俺はお前らに負けんよ。はい。ペーパーマリサボるな。ペーパーマリ。オッケー。行くぞ。で、こっち行きましーのして。くそ、あいつの方がエリアイド早いな。で、これこっち行って、これこっち行かない方が正解か？どうなんだろうね。ちょっとこっち行かない方が正解だったのかな。で、最後に卵投げしてくるんで、それを避けましょう。からの、ちょ、待って、まずい。ダッシュが出なかった。ギリチョンセーフ。危なかった。ダッシュが途中で出なかった。焦ったね。危な、むず、危ね、怖え。クリア。あいつ卵1個余ってたけど、どこで使う気だったんだろうね。何を食べたらそんなに足が速くなるの？いや、一回負けてるから。その足の速さに僕からこれをプレゼントするよ。なんじゃい？スピードグラブデラックス。僕も皆さんみたいにもっと足が速くなりたいな。はぁ、あ、らしいです。で、スピードグラブデラックス。スピードが 20% アップすると。あー、確かに、でか、脳みそパワーグラブでスピードグラブデラックスの方がルイージは良さそうだね。足遅いし。これでみんなと足の速さ並んだんじゃない？一番なんなら速いな、ルイージ。すげえ、音速のルイージだ。かっこいいね。さあ、というわけで、じゃあみんな、今回の動画はここで終わりにするか。じゃあ次回は、あの洞窟の先進んでいく前に、さっきのジュゲムハウスであった残りのキノピオレスキューやって、先進んでいくって感じにするかな。いつか、あれだね、ハードモードやるだけのパートも作りたいって感じはするね。それじゃあまあ、とりあえず、次回はキノピオレスキューやっていきます、また。それじゃあ次回の動画で皆さん、またお会いいたしましょう。バイバーイ。